アニメ化も果たした西尾維新のあの名作をエアギアの大暮糸が描く漫画化け物語。戦場ヶ原ひたぎ、そう、彼女の体には体重がなかった。一匹のカニに行き合い根こそぎ持っていかれていた。化け物はやってこない、初めからそこにいる、いつもどこにでも。漫画化け物語最新刊発売中。